はい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 。ジャイアンツいい勝ち方しましたね。本当にね。今日はですね、ベテラン陣がね、本当に躍動してくれたなっていうふうに思いますし、特に菅野さんね、今年本当にいいと思いますしね。ずっとね、力を入れて投げてるわけじゃないんですけど、まあ要所なんかをね、すごくこう、自分の中でしっかりギアチェーンをしてね、メリハリをつけた投球っていうのが本当にできてるんだなっていうふうに改めて今日感じさせてくれました。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたドラゴンズ対ジャイアンツの試合解説をやっていきたいと思います。ですね、やはりベテラン陣っていうのは頼りになりますね。本当に。菅野さんであったりとか、坂本さんであったりとか、丸さんであったりとか、代打で出てきたね、内野安打という形でね、長野さんがタイムリーを放ってくれたりとか、やはり、ベテランってね、なんかちょっとこう、煙たがれるというか、なんかもっと若いの育てた方がええんちゃうのみたいな感じで、やっぱなりがちだと思うんですけど、やはり、若手だけではね、なかなか活躍できないとか、試合に勝てないっていうところも、あったりするかなというふうに思うので、そこでこう、ベテランの方のね、経験であったりとか、読みであったりとか、そういったところをね、存分にね、今日ね、出してくれて、今日ね、ジャイアンツらしい勝ち方がまた2戦連続でね、できたんじゃないかなというふうに思っております。はい、じゃあですね、今日の動画の内容の構成と、しましてはですね、まず得点シーン振り返っていきます。そして、スタメンの変更点を見ていきたいと思います。そして最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここプロの技でしたねみたいなところをですね、できるだけ分かりやすく面白く楽しくね、見ていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、見ていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まず得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕のこの胸のあたりにですね、画像を出しながら、ちょっと一緒にね、振り返っていきたいと思います。はい、まず今日はですね、3対1というところでジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょーというところですね。非常に、いい、ペースでというかね、特にやっぱりピッチャーがね、やっぱ締まってるとね、非常に素晴らしいと思いますし、マウンドさばきというかね、責任感といいますか、やはりギアチェンジもそうですけども、6回、2失点、3失点で抑えればいいんだっていう感じで、投げてないですよね。どう考えてもね。みんなな、どのピッチャーも、そうやってね、投げてないとは思うんですけども、それはゼロに抑えたいというふうに思って投げてるんですけども、やはりこの菅野さんの、今ね、戸郷投手がエースとかいうふうに言われてますけども、この、エースの風格というかね、もう絶対ゼロに抑えるんだっていう、何が何でももう絶対点取られない、絶対勝つんだっていう気持ちがね、毎試合毎試合伝わってくるんでね、投球からしても、マウンドさばきからしても、そういったところは、やはり若手のピッチャー、山崎伊織投手であったりとか、もしかしたら戸郷投手もそうかもしれないですけども、井上投手とかね、そういったピッチャーはやっぱりこう見習っていかないといけないというかね、責任感の強さというか、マウンドでのこの表情であったりとか、全てそうなんですけども、やはりこう、なんて言うんだろう、見ててね、そういう風に感じさせてくれるピッチャーなんで、非常にね、素晴らしいなという風に思います。はい、でですけども、今日はですね、ベテランが躍動したというところで、2回表ですね、まずワンアウト三塁から坂本選手がね、これ、レフト前のタイムリー。その相手投手、大野雄大投手、同級生だと思うんですけども、坂本さんね。で、相性がすごくいいというところ。ちょっと余談なんですけども、大野雄大投手と僕、同じ中学校というか、同じ地元。というところで、家もね、結構近所やったりするんですけど、そんなことはどうでもよくて、そのタイムリーを放ちましたと。先生ね、素晴らしいヒットだったと思います。で、5回表もですね、これ、ベテランの力というところで、2アウト3塁で丸選手がライト前ヒット。これちょっとね、ランナー3塁進んで、ちょっと嫌な流れというかね、アウトを取られて、2アウトかなというところだったんで、非常に、そういった意味でも素晴らしいヒットだったなというふうに思います。はい。でですね、9回表もですね、2アウト1、3塁から代打の長野さんがですね、ファーストへの内野安打というところで、3点目取りまして、ダメ押しではないですけども、そういった形で、得点しておりますと。で、9回裏ですね、菅野選手、完封できるかというところで、
登板したんですけども、まあ、3連打を食らってしまってね、このワンアウト2、3塁から村松選手にセンターワンヒットを浴びまして、まあ、まあ、1失点でここで降板というところで、まあ、大勢投手が最後締めてというところで、まあ、3対1というところで今日、勝利をしておりますと。素晴らしい、勝ち方だったなというふうに思います。はい、じゃあですね、次ですね、僕のこの辺あたり、顔あたりにですね、画像を出しながら、前日からのね、スタメンの変更点などを見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のドラゴンズから見ていきたいと思います。はい、昨日からの変更点はですね、あまりなくてですね、キャッチャーの宇佐美選手が7番に入ってたんですけども、今日は7番に木下選手が入っております、キャッチャーでね。で、セカンドの田中選手がですね、今日は板山選手、8番に、セカンド板山選手になっております。で、昨日はピッチャーメヒア投手だったんですけども、今日は大野雄大投手というところで、まあ大野雄大投手もね、今年あまり、成績が振るってないというかね、あまり良くないというところで、まあ、もともとね、すごくいいピッチャー。まあ、今でもいいピッチャーですけども、そういったところでね、攻めれるチャンスはあるんじゃないかなと。そんなにこう、点は取れないかもしれないけども、そういった意味でね、今年の調子なんかを見てても、もしかしたらチャンスが、ジャイアンツあるんじゃないかなっていうところで今日見ておりました。はい、対するジャイアンツのスタメンのオーダー見ていきます。はい、前日7番に岸田選手が入ってたんですけども、じゃあ6番か、6番に岸田選手が入ってたんですけども、今日は菅野さんが先発というところで、キャッチャー小林選手が8番に入っております。で、前日中山選手がね7番で入っておりましたが、まあ2軍に降格したというところもありましたし、ありますし、まあ今日はサード坂本選手が6番で出場しております。でですね、門脇選手が前日ではですね、8番ショートだったんですけども、今日は7番に入っておりまして、まあ、結構守備型というかね、坂本、門脇というところで、三遊間を固めているというところです。まあ、菅野、小林というところで、まあ、バンテリでね、そこまでこう、まあ、あんまり点が入らないっていうところもありますんで、そういったところでちょっと守備を固めつつというところかなっていうふうに、僕思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントだよみたいな、ここすごいよとか、例えば今日やったら丸さんここすごいよとか、ここ坂本さんすごいよとか、菅野さんここがすごかったよとか、相手のね、中日の守備もですね、非常にうまい、岡林選手すごいプレーしましたし、細川選手もね、ライトでいいキャッチもしましたけども、そういったところも含めてね、ちょっとね、相手、中日のね、守備であったりとか作戦なんかも見ながら一緒にね振り返っていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず今日試合語る上でですね、まずやっぱり先制点というのはね非常に大事なんですね。はい、まあ、2回表です。はい、先頭の岡本選手が、まあ、二塁打打つんですね。はい。でですね、ノーアウト二塁から大城さんが、まあ、ファーストゴロ打つんですけど、まあ、やはりバッテリーもね、引っ張らせたくないというところで、外中心の配球になってたんですけども、大城さんがね、非常にこう、まあ、外のフォークだったんですけども、もう無理やりね、もう無理やり手首カーン返しに行って、まあ、ファーストゴロ打ちますと。で、ワンアウト三塁作ってから、このね、坂本選手がこれ、レフト前ヒット。ストレートでボールになって、ツーシームでボールになって、で、ツーボールになったからストライク取りに行きたいよっていうところだったんですけど、ここでやっぱりこう、まともにまっすぐで行くのはね、怖いっていうところで、ツーシーム行くんですね。大野雄大投手ってめっちゃツーシームが得意なんですけど、で、ツーシーム行って、これね、多分ちょっとボール気味ぐらいのボールだったんですけど、やはり坂本さんね、もうツーシーム来るだろうっていう風に張ってて、それをね、ちょっとボール気味のすごく難しいボールなんだけど、アウトコース行くボールを打って、三遊間を抜いていくというところで、まあ相性も、ありますし、相性の良さもありますし、そういったところで、まあ、ツーボールで、まあ、まともにまっすぐで勝負してこないだろうっていう読みもあったんでね、それヒット打てたんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、大城選手のファーストゴロがあったから、結果ね、タイムリーになったんじゃないかなというふうに思います。これがチームプレーというやつですね。はい。でですね、2回裏。はい。今日ね、菅野選手、菅野投手ね。まあ、その、1失点というところに抑えてましたけども、結構ヒットはね、打たれてるんですよね。うん。ヒットは打たれてるんだけども、要所を締めてるというところ。はい。この回もですね、ワンアウトから石川選手にライト前ヒット。で、村松選手にも、レフト前ヒット打たれるんですね。これ連続ヒット打たれるんですよ、ワンアウトから。それにしかも、カウントが有利なカウントから打たれるんですね。石川選手には2ストライクから打たれまして、で、村松選手にも1ストライクから打たれるんですね。で、やはり、まあ、ピッチャー有利のカウントで打たれるっていうのは、ちょっとね、バッテリーからしても、まあ、しんどいというかね、厳しいところはあるんですけども、
ここでね、ワンアウト1、2塁で木下選手を迎えるときにですね、やはりストライク先行の場面で打たれてるんで、ちょっとやっぱり初球の入りっていうのはね、慎重になるんですね。で、ストレートでボール行くんですよ。ストレートボール。結構ギリギリのボールね。で、カットボールでストライク。これもアウトコースギリギリなんですよ。もうストライクかボールかなっていう、本当に1球目のストレートと、本当にもう本当に、なんていうの、ボール半個分ぐらいの出し入れしてるんですよね。で、ここでワンワンになるんですと。で、ここで、スライダー行ってもいいんだけども、やはり、ゲッツーを取れればベストというところで、フォークボールって、まあ、落ちるボールなんで、バットの上っ面を叩きやすくなるんですよ。わかりますかね？こう、ボールがこう落ちてくるじゃないですか。で、バットの軌道がこう振ったら、ボールの上っ面に当たりやすいっていうところで、まあ、ゴロを打たせやすいね、ボールでもあるんで、このワンワンというカウントから、フォークボールを投げてね、それでバットの上っ面を、まあ、狙い通り打たせて、ゲッツー取れたっていうところは、もうこれ完璧にね、狙いに取ってるんですよね。狙いに行ってる。うん。あえてね、まあ、菅野さんがやってるかわからないですけども、空振り取るときは少しね、深く挟んで投げて、落とすのをね、大きくして空振りを奪いに行くと。で、逆にちょっとゲッツーとか奪いたいときは、フォークの握る幅をですね、ちょっと狭めるとですね、落ち幅が あまり落ちなくなるんですね。で、あまり落ちなくなるっていうことは、逆に空振りじゃなくて、バットに当たってゴロになる確率が高くなるんで、そういったところで、このワンワンからのフォークっていうのは、多分おそらく、まあ、ゲッツーを狙いに行ったフォークなんで、少しスプリット気味にしたというかね、ちょっと握りの幅を狭くして、落ちる幅をちっちゃくして逆にバットに当てさせてゲッツーを取るというすごく高度な技術だし、めちゃくちゃね、レベルの高いピッチングをされてるんじゃないかなっていうふうに僕思いました。はい。でですね、次見ていきましょう。これ5回表。まあこれね、今日ベテランが活躍したよというお話ですけども、これ丸選手のこのヒットっていうのはめちゃくちゃでかかったですね。はい。この回ですね、先頭の門脇選手がまあ3塁で打ちますと。で、ノーアウト3塁。で、中日はですね、前進守備を敷いてきますと。で、小林選手がセカンドゴロ。で、ワンアウト3塁で菅野さんが見逃し三振というところで、ちょっとね、ノーアウト3塁作ったんだけど、ワンアウト2アウトって簡単にポンポンって取られるんですね。アウトをね。で、あ、ちょっとやばいなって、ノーアウト三塁から点入らへんな、ちょっとやばいなって。これもし点が入らなかったりしたら、中日にね、流れがこう一気にガッと行く場面ではあるんですが、ここで、まあ一番の丸さんがね、これタイムリーヒットを打ってくれるんですけども、ちょっとこれね、配球チャートを見ていきたいと思います。これめちゃくちゃ重要な場面なんでね、本当にこれ、打ち取られて、ノーアウト三塁で0点やったって話になったら、マジで流れガーって変わるんで、うん。で、ここでね、昨日の井上投手の、確か5回裏かな、高橋周平選手が出てきた時に、インコース攻めをした時、あったじゃないですか。僕、試合解説で、言ってるんですけども、ぜひね、その試合も見てほしいんですけど、これね、昨日の場面とめちゃくちゃ似てるんですね。で、どういうことかっていうと、まあ、ランナーが3塁にいて、で、1塁が空いてますと。で、そういったところで、なんて言うんだろう。広く使いやすいというかね、ボールを広く使いやすいという場面なんですね。相手バッテリーからしたら。で、これ、ツーシームボールになりますと。これ、インサイド行きますと。で、ストレートで空振りするんですね。これもインサイド行くんですね。で、3球目、ツーシームボールになるのも、これもインサイド行くんですね。だから、インサイドめちゃくちゃ攻めてるんですよ。この3球ね。3球ともインサイド行くんですよ。で、最後、これ、表記でフォークって出てるんですけど、これ、手元見たら、ちょっとカットボール気味のボールだったかなと思うんですけど、少し外の甘めに行くんですね。で、多分バッテリーからしたら、インサイド3球も行ってるから、外が少し甘くなっても、打ち損じてくれるっていうような計算だったと思うんですね。ただそこで、丸選手がしっかりね、これをライト前ヒット打つというところで、まあ、逆に丸さんも、もう3球インサイド来てるから、もう来ないやろって、外やろって、いうふうに思って、踏み込んでいった可能性もありますし、そこはね、駆け引きではあるんですが、そこをね、分かってても、インサイドを見せられると、やっぱりこう、踏み込みが浅くなって、打てなくなるっていうバッターが多い中、そこでここをしっかりね、踏み込んで、アウトコースの、まあ、甘めぐらいの、まあ、スライダーなのか、カットボールなのか、フォークなのか、ちょっとそこは分からないですけども、そのボールをしっかりヒットできたっていうのはめちゃくちゃ大きかったし、このノーアウト3塁から 0点で点が取れなかったっていうところじゃなくてね、1点取れたっていうのはめちゃくちゃ大きかったなと思います。はい。でですね、次ですね、これ、あ、次というかこのね後のあれなんですけど、
丸さんがヒット打ってから、吉川選手もヒットで続くんですね。で、2アウト1、2塁で、ヘルナンデスもこれね、レフト前ヒット打つんですよ。で、外のツーシーム、低めのツーシームをよくうまく打ちました。坂本さんのタイムリーみたいな形でね、いい形で打ったんですよね。で、なんですけども、カリステ選手がね、ホームにね、めちゃくちゃいい送球して、もう間一発アウトになるんですね。これね、もう一点奪えてたらね、本当にね、良かったんですけども、カリステ選手の送球、本当に30センチずれてたらセーフちゃうかっていう。もう、こんだけずれてたら、多分セーフなってたんですよ。本当にタッチボール行って、ワンバーンでタッチボール行って、丸さんがそこにスライディングしてくるっていう形だったんで、そういったところでカリステ選手の送球っていうのも、これ素晴らしかったなっていうふうに思います。はい。でですね、これね、ちょっとね、ショッキングな出来事が起きてしまいました。5回裏ね、まあ、ワンアウトから木下選手が、まあ、センター2塁打、センターへ2塁打打ったんですけど、まあ、ヘルナンデス選手がね、ちょっとこう、スライディングキャッチを試みて、こう、手首がね、こう、なんて言うんだろう、後ろに持ってかれる、縛り引っかかって、こう、ガッてこう、後ろに引っ張られて、まあ、おそらく手首折れてるというかね、昔で言ったら、松井秀喜選手がヤンキースにいた時に、こう、手首をこうバーって持ってかれたっていう怪我がありましたけども、それと似たようなね、ちょっと怪我をしてしまって、まあ二塁打になってしまいますと。まあこの件に関してはまたね、違う動画でお話したいと思うんですけど、ちょっとね、すぐ、痛がり方とか、まあちょっと尋常じゃなかったんで、多分すぐには戻ってこれないし、多分今年もしかしたら、絶望の可能性は高いので、そういったところで、まあ若手のチャンスではあるんですが、まあ今までね、ジャイアンツを牽引してくれたというか、まあヘルナンデスが、いずに、もしいなかったら、まあこの順位には間違いなくいないというところがあるんで、そういったところでちょっとね、めちゃくちゃショッキングというか、これちょっとこっからどうしていくのっていうところはあるんですけども、まあ、違う動画でね、またお話しさせていただきます。で、ワンアウト二塁っていうところで、板山選手を空振りさせて取ったんですけど、ここもね、もう打てるボールないんですよね、正直。フォークボールで空振り、フォークボールで、ファール、ストレートでボール、フォークボールで空振りさせてというところで、もうアウトコース低めに全部集まってるんですね。もう素晴らしいなと思いました。これギアチェンというかね、ここは絶対点やれへんっていうところで、菅野さんもコントロール、球のスピード、キレ、すべてが、ギアチェンしてるというところですね。はい。でですね、次、6回裏見ていきましょうか。これね、2アウトからカリステ選手にヒット打たれますと。で、2アウト1塁から、これね、細川選手に、レフトへ、2ベース打たれるんですよ。で、これも、めちゃくちゃすごい打ち方してるんですね。どういうことかっていうと、外のスライダーをですね、外のスライダー、結構厳しいボールを、もうレフトに打ってるんですね。それどういうことかっていうと、普通で言ったら、まあ、外のボールってライトに打つんですけど、普通で言ったらね。だけど、それを、もう、巻きつけて、手首カーン返して、レフトに打つんですね。で、普通、そういうバッティングすれば、だいたいゴロになる可能性って高いんですよ。手首が返ってるから、ゴロになりやすいんですね。だけども、それを、うまいことこう、ヘッドに乗せて、レフト線に持っていくというところで、これは、間違いなくスライダーを狙ってないと、そういう打ち方できないんですね。だから、菅小葉バッテリーはですね、あ、これ、中日打線、スライダー狙ってきてるぞというふうに感じて、これね、2アウト2、3塁からの石川選手、これセカンドフライに打ち取るんですけど、これね、1球目フォーク行って空振り取って、で、ストレートの打ち行くんですね。さっきスライダー狙われてるというふうに感じたんで、ストレートインサイド行って、これ詰まらせて、これセカンドフライというところで、この、菅小葉の、菅野さんと小林さんのこの洞察力というか、あ、これチーム単位でやってきてるっていうね、これスライダー狙ってきてるぞっていう風に思って、これでここでインサイドしっかり突っ込んで、セカンドフライで打ち取れる、この、洞察力の素晴らしさっていうのは今日ね、随所に出てました。はい。でですね、7回裏もですね、これワンアウトから木下選手にね、ヒット打たれるんですね。で、ここめちゃくちゃ大きかったんですけど、ワンアウト一塁から板山選手をセカンドゴロゲッツー取るんですよ。で、これも、先ほどね、2回裏に木下選手を、まあ、ゲッツー取りましたと、フォークで取りましたっていう風なお話しましたけども、これも、フォークで取ってるんですね。だから、先ほど言ったように、ま、落ち幅を少なくして、バットに、あえて当てさせてゲッツーを取るというめちゃくちゃ高度な技術。これ素晴らしいなと思います。はい。でですね、9回表ですね、まあ福投手が出てきまして、まあその、2アウト1、3塁からピンチヒッターの長野さんが、これまあ、ファーストへの内野安打を打つという場面なんですけど、まあこれね、すごくまあ難しい
場面で、どういうことかっていうと、まあ、福投手ね、多分ね、セカンドが取ると思ったんですね。多分セカンドゴロやと思ったんですね。だから、ちょっとファーストベースにベースカバー行きかけて、ちょっとスピード緩めたんですよ。あ、これセカンドゴロや、みたいな感じで、こう緩めたんですね。そしたら、ファーストの選手がその打球を取りに行ったんで、セカンドも取りに行ってるんで、ファーストに誰もいない状況になったし、なってしまったんですね。で、それで慌ててファーストに行ったんですけど、まあ、間に合わずというところで、まあこれよくプロ野球でベースカバー遅れたりとかして内野安打だったら罰金だったりするんですけど、これは非常にまあ福投手もねちょっと難しいプレー、あ、一回行ってるんでね、行ってセカンドゴロやと思って緩めたらファーストが小取りに行って誰もいなくなったって、ファーストベースの中に、うん、でちょっと難しいんですけど、まあこれもね、セカンドゴロだと思ってもやっぱりある程度もうちょい行き切らないとやはりね、こういうことになってしまうこともあるんで、まあジャイアンツからしたらすごくラッキーでしたけども、まあその中日とか、福投手からしたら、まあちょっとこう残念なプレーというか、ああちょっと悔しいプレー、ああもっと行っといてよかったって、ファーストにもっと走っといてよかったっていうふうに思うプレーだったんじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね、まあ9回裏1点取られてしまったんですけども、これもですね、細川選手にレフト前ヒット、これもスライダー打たれて、で石川選手にもカットボールなんですね、カットボール打たれて、ちょっと曲がり球また狙われてきてんちゃうのっていう風な話で、でワンアウト二三塁から村松選手にストレート3球いくんですね。ストレートファール、インサイドのファール、うん、あ、ここちょっと配球ちょっと見ていきましょうか。すいません、忘れてました。これでワンアウト二三塁から、まあ、スライダー、カットボール、どっちも打たれてるんで、石川選手と、細川選手、石川選手に。だったらもう一丁まっすぐ行ったのかっていうところで、インサイドストレートファール、で、インサイドにストレートボールっていうところで、まあ、ここ2球まっすぐ来たら、もうスライダー来るでしょって多分思ってるやろって、思ってるんで、相手は。だからもう一丁まっすぐ行ったんですね、ストレート。で、それが少し、インコースの前だったんですけど、少し真ん中入って、それを村松選手がヒット打つんですけど、これは、僕は配球的には全然ありだと思うし、逆に菅野さんはスライダーであったりとかカットボールが得意っていうのが相手の印象にあるんで、そこをうまく取って、うまくね、なんて言うんだろう、うまくね、活かして、ストレートを3球続けたっていう場面だったと思うんですけど、これは非常に素晴らしい配球だったし、これ打った村松選手が素晴らしいなと思いました。うん、配球的には全く問題ないし、逆に裏を書いて詰まらしたりとか三振を取ってやろうっていうところ、三振というかね、詰まらしてやろうっていうところだったと思うんですけど、そこをしっかり、まあ、詰まりながらもセンターに持っていけたっていうのはこの村松選手のね、打撃技術の高さかなというふうに思いました。はい。でですね、最後ね、まあその後に大勢投手が出てきて、まあその最後、ツーアウト二三塁という場面でね、まあ言うたら一打同点というところの場面まで行くわけですよ。で、高橋周平選手が代打出てきて、まあこれ空振り三振取る場面なんですけど、これもね、すごくてね、フォークボール3球いって全部ボールになるんですね。スリーボールになって、で、ストレートでストライク取って、で、フォークで空振り取ったんですね。だから、高橋選手からしたら、ストレート1本で待てないわけですよ。なんでかっていうと、フォーク3球投げてきて、ボールになって、もうストレートで来るやろうと思ってて、1球、スリーボールから見逃して、で、ワン、スリーワンになるじゃないですか。で、よっしゃ、じゃあ絶対これもうフォークやろうと。あ、フォークちゃん、まっすぐ来るって。なんでかっていうと、フォークが3球ボールになってるから、そんなまっすぐ、じゃあフォーク投げられへんやろっていうところで、まっすぐ張っていくんですけど、そこでフォーク来るんですね。で、それで空振りするんですよ。あれ、やばいと。え、この場面でフォーク投げてくるってことは、もう一度フォークあるんちゃうかってバッター思うんですね。で、そこで、最後157キロのまっすぐ投げられたら、空打てないって。空打てないって、普通に。だから、こういう速いピッチャーとかっていうのは、やはりストレートから入っていかないと、ストレートをある程度狙っていかないと、もう、打てないんですね。うん、フォーク狙いとか、変化球狙いで157キロのまっすぐとか来た際には、もうバッターなんて絶対打てないし、良くてもファールにしかできないんで、だからこれは小林選手がね、非常にこう、うまい配球をしたというか、いつも大体こう、大勢としてまっすぐ待ってたら、まっすぐ来るからなんとなく打てるやろって、もしかしたら、なんとなく打てるやろというか、ストレートが来る確率高いやろっていうふうに思うバッターが多いんですけど、そこで、フォークボール3球いってボールなって、スリーボールなって、で、まっすぐで1球取って、で、もうフォークないやろと、フォーク全然ストライク入ってないからないやろと思わしといて、そこでまっすぐ行って、バッター、じゃあ、フォークか、そこでフォーク行って、まっすぐやと思ってるバッターにフォーク行って空振り取って、ってなると、五分五分になるじゃないですか。どっちか待てないじゃないですか。
で、それで最後、フォークもう一丁あるかもしれんと思わしといてまっすぐっていうところで、素晴らしい配球だったなと思うし、まあそれを投げ切ってるね、大勢投手も、素晴らしいなというふうに思いました。はい、てな感じですね、今日はね、2試合連続で、ね、すごくいい勝ち方、ジャイアンツらしい勝ち方、しましたし、まあ広島であったりとか、広島か、すごく調子がいいですけども、まあなんとかね、食らいついてね、8月、9月、一番しんどいところをね、みんなで、乗り切っていきたいと思うし、ちょっとヘルナンデスね、まあおそらく今季は間違いなく絶望だと思いますし、まあそこをね、どういう風にマネジメントしていくか、うん、優勝がね、もしかしたら、難しくなってくるかもしれないけども、そこをね、なんとか、安倍監督のタスクでね、采配でね、頑張ってこう、みんなでカバーしながらやっていってもらいたいなというふうに思っております。はい、てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。